小学校の頃に、掃除の時間をサボったことがある。掃除だからめんどくさいから嫌ってサボったことある人、首を縦に振ってください。一人いたぞ。サボり魔がいたぞ、一人。これは懺悔ですね。好きな異性の子に、自分が喋れないから、友達を使って喋ったことがある人。他人を使って異性と喋ったことがあるやつがいっぱいいるな。実は親と中学を卒業するまで一緒にお風呂に入ってたことがある人は手を頭を縦に振ってください。あれ、いる？いる！中学卒業まで親と風呂に入ってた人がいる。一人いるぞ。一人いた。今から質問をします。はいの人は首を縦に振ってください。今現在恋愛はしていますか？してない。好きな人はいますか？おー、二人いる、二人いる。三人、あ、全員いる、全員いる、全員いる。それは家族ですか？誰も家族好きじゃないじゃん。今から質問をします。はいの人は首を縦に振ってください。異性の好きなのは、外見で選ぶ。一人外見で選ぶみたい。相手の経済力は気にする？なんか、右のやつ悪いな、なんか。右のやつ。今から質問をします。はいの人は首を縦に振ってください。ディズニーランドとシー、ランドの方が好き。おー、ミッキーに会ったことがある。おー、みんな一応あるんだ。すごいすごいすごい。チップとデールの見分けがつかない。これ詳しいじゃん、全然。俺見分けつかないときあんの。スティッチは何言ってんのか全くわからねえ。うわあ、なんか出た、なんか出た。おい、スティッチなんか出た。